やどうもプテラ高橋です。1週間お疲れ様でした。はい、今日はね2019年の、8月10 16日です。はい、夜6時25分お疲れ様の動画撮っていきたいと思います。あのね、実はお疲れ様動画これ第53回だと思うんですけど、1年は52週間ですので、ついにね2年目に突入しました。1年経ちましたね。いやー、めでたい。おめでとうございます。はい、おめでとう。というわけで今日はねこんなのを買ってきました。はい、すごい霜降り黒毛和牛 A5 ランクサーロインステーキカット2539円。やばくないか。やばいよね。焼いてないんだよ。焼く前で2500円のステーキお店で食べても結構高いよね。それ焼いてないからね。焼いたらもうちょっと値段上がるでしょこれ、お店だったら。というわけでこちらをね食べていきたいと思います。はい、このティファールのなんか昔買ったやつ使って、どうやってやんだ、加熱調理これでいいのか。はい、ボーンって言ってますけども、ちょっとうるさいと思うけど、まあいいよね。でね、味付けるのあんまなかったんだけど、でなんかこのお肉なんだけど、焼く前にね少し切れ込みを入れておくといいらしいんだよね。なんか美味しいステーキの焼き方みたいので見たから、ちょっと切れ込みだけ入れます。見えるかな、こんなもんでいいかな。そしたらなんか最初に塩と胡椒をちょっと振っておけた置いたらいいらしいから、振ってきます。はい、味塩なんだけどね、ちょっとなんかゴリゴリするタイプの塩の方がかっこいいけどね、持ってないから。よいしょ、いきまーす。はい、よいしょ、こんな感じどうですか。で火は最大にしよう。はい、焼き始めは強火、裏返しのサインは焼き色をチェックだ、裏も強火で焼き色をつける。へえ、アルミホイルでなんか蒸し焼きにすると中まで火が通るみたいな書いてあるけど、まあそれはいいや。ひっくり返すの大変だなこれ、フライ返しみたいなないから。よいしょ、おお、いい感じにできてるんじゃない。よし、あ、一番いいわ。だいぶ焼き色がついたんじゃないかな。これぐらいが一番いいよね。うん、じゃあこっちの面はもう終わりでいいか。はい、じゃあね、まあ大体できたと思います。なんで食べていきましょう。はい、持ってきました。こんな感じね、どうですか。でちょっとなんか端っこぴょって出ちゃったからさ、少し切って食べたんだけどさ美味しかったです。うん。ちょっと動画回ってないところでね、食べちゃった。ここね、ここ。さっきちょっと我慢できないで食べちゃったんだけど、まあ、いいよね。というわけで、早速気を取り直して、食べていきたいと思います。このナイフとフォーク使ってね。まずはじゃあお肉に感謝をして、いただきます。よし。じゃあここ。結構赤いと思うんだけど、多分大丈夫だよね。中赤くても大丈夫。うん、
ちょい赤？結構赤い？まあ大丈夫です。うん。いただきまーす。うん、うまい。あ、うまいわ。さすが。ちょっともう一口。はい、断面こんな感じね。いただきまーす。うん、こんなの食べたことない。うまい。っていうことでね、はい、ビール用意しましたので、ビール飲みます。ああ、いい、最高か。じゃあみんな、お疲れ様動画1年お疲れ様でしたと。そしてまた新たな1年頑張りましょう。皆さんもね、夏休みかもしれません、社会人の方はお盆、もしくはお盆を働いてるかもしれませんが、皆さん楽しみましょう、これからの人生。乾杯。うめえ。最高だなこれ。幸せだわ。1年を迎えられてよかった。うん。うん、うまい。全部食べれそう。胃壊れちゃうかと思ったけど、ちょっと油すごくて。じゃあちょっとね、わさび醤油で食べてみようかな。よいしょ。わさび単体でもいいかもね。別に塩味ついてるし、わさび単体でいいか。よし、はい。僕はわさび大好きなんですよ。マジでわさびマシマシにするぐらいわさび好きなんで、もう全然これぐらいでも何の問題もなくいける。よし。いただきます。うん、わさびもうまい。ここの部分食べたら胃もたれそうだな。ここの部分食べたら、ちょっと先に食べとこうかな。この脂身の部分、ここお腹ぶっ壊れちゃうんじゃないかなと思って。よし、ここやべ、ここやべえぞ。これ。やべえ。で、カメラの電池切れそうなんだけど。やばい、カメラの電池切れたらどうしよう。まだ頑張れ。
これやべ、やべ、脂身すげー、すごい。ちょっと醤油もかけてみようかな。味結構ついてるんだけどね、しょっぱくなりすぎちゃうかもしれないけど、よし、わさび醤油いただきます。汁が大変なことになってるよ。胃もたれしちゃわないか心配。でも美味しい、ありがとう。結構重いからさ、これぐらいの一口がちょうどいいかもしれん。ひとかけらあたりの脂身がすごいから。今日本当に豪華な夜ご飯になったな。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ビールももう空っぽ。はい、ちょというわけでね、今日はちょっと僕友達に教えてもらったのがあって、目をつぶってこう噛むとなんか人間のその五感を一個閉じることによってその他四感が研ぎ澄まされるから美味しく感じるんだよってなんか友達に言われて、それやってました今日。うん、ちょっとやる前とかずっとやってたからちょっと味の変化わかんなかったけど、まあ多分美味しくなるんだと思います。うん、そう感じました。皆さんもぜひ試してみてください。というわけでね、ちょっとほとんど喋ってないんだけど、お疲れ様動画を1年迎えることができてとても良かった。うん、これかもね、こんなことやったなとか、こうなんか1年の出来事の感想みたいな感じでやっていくと思うので、皆さん本当に暇な時間にね、本当に暇な時間に見ていただけたら嬉しいです。というわけで、これからまた動画撮ったりするので、この辺で終わっときますね。お疲れ様でした。2500円のステーキ、美味しかったです。うん。じゃあ、1週間、お疲れ様でした。来週もまた、頑張ろうぜ。お疲れ。じゃあね。バイバーイ。